修二さんが全員となんですか。いや違いますよ、それぞれ。なるほど。村井くんは上梁さんと、青さんは哲さんと。そうです、ね、で俺は修二さん、あ、選んで一番仲いいから。いや、そうですよね、ありがとうございます。だって昔カラオケ行きましたもんね。そうそうそう、そんな話じゃない、そんな話でこうなったの。俺昔一緒にカラオケ行ったことあるからっつって、はい、もう俺も昔っていつ頃ですか。すっげえ昔ですね。すっげえ昔です。10年以上前とかでしょ。はい、ね、ですよ。それは結構頻繁に。いや、頻繁でもね、2回ぐらい飲みに行ってカラオケ行ったのがあったよね、はいはい、あとは、うん、バンドとバイトの両立っていうのが、うん、すげえ大変で、そのために「すいません、バイト紹介してください」って言ってたんですよ、うん、そしたら「おじゃあ山崎パン紹介します」って言われて「あ、ありがとうございます」っつって「あ、でもこれ厳しいかも」って言って、でその次に青さんに連絡したんですよ、はい、で青さんが「じゃあテレクラ紹介してあげるよ」って言われて「テレクラっすか」っつって「なんかそれちょっと難しいっすかね」っつって。大丈夫だよとか言ってあ、分かりましたっつって、で、あ、こういう時なんか修二さんって、うん、いろんなこと知ってそうだなと思って修二さんに電話かけたんです。え、嘘。はい、そしたら、もしもしって言ったら、もしもし、あ、あの今忙しいっすかって、あ、別に忙しくないけどって言って、あの俺バイトやりたいんですけど、なんかいいとこありますかね、うん、って言ったら、シカゴ。シカゴ、え、シカゴですか。うん、シカゴ、はい、シカゴ、シカゴって日本じゃないシカゴですかって言ったら、うん、その日本じゃないシカゴって言って、はっって言ったら、うん、ムックボーカル達郎です。絶対ね、俺も聞いたことない話なんだろうね。達郎と一緒にいたんですよ遊んでたんですそうなんだ。恥ずかしくなっちゃって俺、真顔でちゃんと話してたのが修二さんじゃなくて達郎だったってことが、もうそっから俺修二さんに電話できなくなったんですから、ね、それなんかだから多分ユッケもいたような、絶対、まあいるんじゃないですか ね、 ですよね、その時。うーん、あれは、あの思い出はもう今でも忘れないですよ。そうなんだ、はい、俺全く今何の話されてるか分かんなかったけどね。ガリガリのシカゴ事件ですよ俺、へ、俺知らなかったです。いえいえ、もう隣でめっちゃ笑ってましたからねキタキタキタって本当俺に電話したことあるんだ。あります、あって、で次に電話したらもう繋がってませんでした。マジで、はい、青さんも、うん、でもね、はい、そうですよね、はい、もう後輩切りカリガリの後輩切りだと思って、ちすばらしい。だから哲さんが一番早い曲はサトチに渡してくれって言 う、はいはい、言うからあれになったんですよマジですでも、あ、なんか、あ、よかったと思いました。でもああいうタイプの曲で、あ、そうですか、はい、うん、でもまあ似合ってるよね、はい、うん、だから俺っぽいのをこうちゃんと渡してくれたんだなと思って、うん、まああれ、まあそうね、確かに1曲だけちょっとおかしな感じのそうなんです、曲ではあるんですよ。もう1曲の方は絶対俺じゃないだろうと思って、うん、そうだね、うん、曲が来た時にすぐ制作サイドに電話かけて、うん、俺じゃないのが来てるよとちょっとカリガリサイドにちゃんと電話で聞いてみてって、でちょっとしたらなんかメンバーでちゃんと会議して選曲決まったらしいですって、はい、わかりました、スタジオノア行ってきますってでリハ入ってやりましたね、うん、でも当て書きされたんですよね。あ、当て書き、当て書きというか、ああ、そういう意味ですね、うん、はい、そうですよ、もう叩くっていう前提で、うん、どういうドラムが欲しい、こういうドラムが欲しいというか、いや、もうなんかね、あ、なんていうんですかね、スポーツっていうかね、うん、格闘技みたいなね、そういうもうバチバチ言ってるような、うん、のが似合うだろうなと思って。なるほど、うん、そういうのがいいな、うん、だからまあね、絶対でもそうでしょ。そうです、うん、うまい
あの上手くないとかじゃなくて、うん、なんか勢い、うんうん、勢いだよねな感じのタイプかなって思うんで、うん、そういう部分で楽曲が、あ、俺向きだと思って、うん、だからこう安心しました。だ撮影の時も、まあ、あの早い曲でああだっていうちょっとこう耳打ちしてくれたり、あのしかもあの何分ぐらいの曲だから大丈夫だからみたいな、はい分かりました頑張りますみたいな、だからこう想像通りの曲が来て安心しましたね。良、うん、かったですね。はい、良かったです、うん、なんかやっぱりあのあれですよね、こうドラムを叩いてるなっていう感じだよね。なんつうか太鼓叩いてますみたいなさ。本当ですか。ショットがやっぱね、ショットがすごいなって、まあ、みんなで言ってたんだけど。いやー、村田歩けですけどね。いやいや、でも全然いいと思いますよ。なんかパンチ力がすごいあってね、うん、パンチ力、うん、パンチ力とキック力がありますよ、ね、でもそういうドラムですよね、すごいね、うん、そう俺はね本当にだからあれですよ、その叩いてもらう人が決まって、あのみんながその皆さんがその OK してくれてから本当に作ったんです曲は。あ、なるほど、うん、だからその人に合わせて、でだからまあ途中まで作ってたんだけど、やっぱこれはこの人には合わなそうだからやめて違うのにしようとかって変更したやつもあるし、ああ、うん、青さんは多分嘘だと思うけど青さんこれだからもう一曲の方ほらね、はい、違ったでしょ、はい、叩く曲じゃなかったでしょ、全然違いました、あれ絶対ね、あの時あれしかなかった絶対そうですよ、ね、絶対そうだよ、本当です、ね、絶対あれしかなかったです。青さんどっちだ全くプレッシャーをね、こうそういう要素ないじゃないですか。修さんが言ってくれるんですけど、はい、いや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 ってなりますよ、やっぱり。ね、ムックの方がもうプレッシャーすごいでしょ、ね、上手の方からのプレッシャーがね。まあそうですけど、それもありますけど、やっぱこうなんつってもやっぱ先輩ってでかくないですか、やっぱ。でも俺の感覚は、ほらもう俺がね、あのあれですよね。そのカリカリ入った時はあんまりムックとはもうそういう感じではなかったじゃない、もう少し前でしょ。そうですね、だからあんまりだから俺はそういうふうには思わないけど、でユッケが、うん、ユッケのこと王子って言ってたんですよ。私、はい、あ、記憶にねリキッドルームで王子、はい、新宿にあった頃のリキッドルームで、うん、はい、王子って言ってたんですよ。なんで誰かが言ってたんじゃない、なんでですかね、なんか王子様っぽいからってことですか、ユッケは、はい、あ、そうですか、なんかそれでなんでユッケは修二さんに王子って呼ばれてんだろうって言って、ちょっとジェラシーサイレントジェラシーでしたよだからこうジェラシーな俺が一緒にカラオケ行けたのがめちゃ嬉しかった、うん、王子に勝ったでもあの中野でリハやってる時しょっちゅう会いましたもんね。会いましたね。ほんで、うん、機材車がぶつけられて、達郎とユッケがバイクで追っかけてってわーって逃げしてんじゃねえみたいな感じで、そうなんですよ、ありましたね、ありましたね、はいはいはい、そうなんです。あのゴートベッドですね、うん、あったな。なんかなんでああいうのって男血が騒ぐんですかねそうだから当て逃げされたんですよね、機材車がね、うん、それをあのムックの達郎君とユッケが原付で当て逃げしたら追っかけて捕まえられたんですか。最終的には捕まえましたね、うんうん、あれさ、すげえ面白かったね。なんかほらあのああいうのってこう現場検証っていうかなんかやるでしょ、うん、あれああいう時もね、そのムック の, あのボーカルの方とかねふざけるんですよあれって要はだからここをね指さしてとかそういう写真撮られるわ、こうやってほらあのこうやって刺してるそのなんか指さすポーズとかがこんなんじゃないそれで警察の人に注意されるしょうもないですよね。で修二さんすごいおしゃれじゃないですか。でムックは衣装を個人個人で買いに行かなくちゃいけないんですよ昔、うん、そういう時に修二さんに一緒に行ってもらって
かあのこれなんかいいんじゃないっていうのを終わらしゃっつってそれ全部買ってました。マジそんなことありました？ありましたよ。全然覚えてない。全然覚えてないですね。え？本当？うん。あ、そう。そうですよ。そうなんだ。はい。え、それどこ行ったの？それ。ラグタグってとこ。あ、その古着屋みたいなことか。あ。それの上で買ったやつが、うん、ムックの負を称える歌っていう、うん、あのジャケットできてます俺。はい、バンドマンが嫌いみたいなね言ってたよね昔ね。あっていうかまあそれもありますね、うん、とあとメイクが嫌いとかも言ってて、うん、そういう相談もしてて、うん、そしたら青さんが嫌いでもやんなきゃダメなのよってすげえ怒られてちゃんとしなさいって言ってめちゃ怒られて俺するようになったんです。そうなんだ。はい、怒られました、あのカリガリのが主催するイベントとかで、うん、こうオープニングアクトとかでこうやらせてもらえたりしてたんですよ、うん、そういう時にこう、ね、ライブを見てもらってダメ出しをこうしてもらって、うん、今のムックがあるって。あ、俺そういえばさ、あの昔だ、俺カリガリに入る前にね、あのアナログシンセをねビュービュー言わせてる変なバンドって趣味でやってね、そのバンドでムックと対バンしてるらしいんですよ。え、そうなんですか。それねユッケが覚え、ユッケに言われて、あ、そういえば俺その時俺出てるわ、なんかねラママ、ラママでやったことあるでしょ。ラママなんか本当に東京一発目とかそういう時らしいよ。へえ、ラママで、うん、でたまたま俺もその時そこ出てて。そうなんですね。やっぱり繋がってますね。ね。でも確かになんとなく俺と修二さんじゃないとこういう感じ にはならないかなとは思いますね。やっぱこう先輩後輩ってなると。あ、他の2人。そうです。やっぱなんか音楽の話でなっちゃいません、はいはい、なんか固く。ああ、そうなのかな。なんかそういうイメージはあります。うん、だから俺メンバー全員とやりたかったですもん、話して。あの時こうだよねって、 あの時青さんこうだったじゃないですかとか。やりましょうね、今からね。明日やりますか。